朝顔リースの飾り付けをしましょう。作っておいた土台にリボンをくるくると巻きつけていきます。反対側からも巻いて、重なったところを縛って軽く留めておきます。リボンを手などに巻きつけて、その真ん中をモールで留めます。リボンを形よく開いたら、先ほどのリースに留めつけます。これに木工用ボンドなどで飾りを貼り付けていきます。ここではミニポインセチア、お花紙で作ったものです。それからこれもお花紙で作ったカラーボール、これをくっつけてみました。つけるものは松ぼっくりやどんぐりなど自然のものでもいいです。一番上になるところにワイヤーを通して、ぶら下げるところを作ります。これで完成です。リボンの色や飾り付けするものを工夫して、オリジナルのリースを作ってみましょう。